アクレ刑務所、アクレ刑務所脱獄事件は、1947年5月4日に、イギリスイニ民党治療パレスチナで、イルガンによって行われた、作戦行動で、イスラエル、アクレの中央刑務所の壁を破り、収監されていたイルガンを呼び、レヒのメンバー27人を解放した。イギリスイニ民党治療の時、アクレの旧市街の城塞は、刑務所として使用されていた。合わせて、 刑務所内には、アラブ人、囚人700人とユダヤ人、囚人90人が含まれ、後者は主に、イギリス人に捕らえられた、ユダヤ人の地下グループ派がナー、レヒ、イルガンのメンバーであった。それら囚人の一人が、イルガンの作戦将校、エータンリブニであった。1947年4月19日に、イギリスの第6空挺師団に捕らえられた、イルガンのメンバー4人、 ドブグリューナー、イエヒエル・ドレスナー、モルディチャイ・アルカヒ、エリエゼル・カーシャー・ニーが、アクレ刑務所で、公主刑に処され、イルガンの最初の戦後の、殉教者になった。後半で、ドブグリューナーは、イギリス陸軍と行政は、犯罪組織であると宣言した。レヒとイルガンの囚人らは、逃亡を考えたが、外部の助力なしには、不可能だと結論付けた。そのため、計画について、 イルガン本部にコンタクトした。英国特別尋問グループの元メンバードブ後編、別名、シムションが作戦行動を主導するために選ばれた。計画は、ロシア系ユダヤ人出自のアメリカ人であり、委任当局でエンジニアとして働き、刑務所を建設したペレス・エトケスによって進行された。彼の追いによると、エトケスは、イルガンに刑務所の詳細な地図を提供した。 イルガンらは、イギリス兵になりすました脱獄は、当初4月に予定されていたが、結局のところ1947年5月4日、日曜日、国連総会が、パレスチナ問題について話し合うために招集された日の午後4時に、再びスケジュールされた。イルガン最高司令部は、脱出のために囚人41人を選んだ、イルガン30人とレヒ11人、これが隠れところで、 利用可能なスポット複数の利用可能な人数であった。イルガン最高司令部と週慣中のイルガンメンバー、エ単タンリブには脱獄と脱出のルートを広く計画した。兵塞の準備は複雑であった。イルガンはトラック1台、ジープ1台、軍用ピックアップトラック2台及び民間車両複数を購入し、それらはその後イキリスのものに偽装された。 イギリス陸軍制服複数も取得された。民間の衣服の在庫も脱獄者らが一般人にうまく溶け込みやすくするために手配された。イルガンの偵察活動により要塞の弱点が発見されていたトルコ式風呂のすぐ上の南壁。従ってイルガンは TNT を刑務所に密かに持ち込み、それはそれから手榴弾30発と爆弾2発を即興で作るのに使用された。 脱獄後の刑務所の壁1947年5月4日、日曜日、イルガン戦士らは軍用トラック1台、イギリスのカモフラーュ色に塗られた軍用版2台、民間用版2台、および戦闘のコマンドジープからなる車団でアクレに到着した。戦士20人はイギリス陸軍工兵隊の服を着て、3人はアラブ人の服を着ていた。コマンドジープに乗っていた。 作戦行動指揮官ドブ公園は勲章をつけた陸軍工兵隊のキャプテンに噴していた。トラックは刑務所の門に止められ、晩2台は近くの市場に止められた。14時にドブサロモン及びフーダ・アフィアンの指揮下にあるイルガン公兵部隊が作戦行動を開始した。はしご複数が車両の1台から取り外され、男らは近くのトルコ式風呂に向かい、 イギリス陸軍工兵隊の電話技術者になりすまし、TNT、ロープ、その他必要な侵入機器を運んだ。彼らは突撃を仕掛け、そして通りに下り戻った。イルガン部隊が所定の位置に移動している間、囚人らは内部で計画を実行していた。15時に午後の運動のために、独房複数のドアが開かれた。逃げる予定がなかった囚人らは中庭に降りて、 陽動作戦に出て指定された逃亡者らは独房に残っていた。同時にイルガンの封鎖分隊はイギリスの追跡者らを遅らせるために近くの道路複数に地雷を敷設したし、アラブ人に偽装した陽動隊は迫撃砲を持ってイギリス陸軍キャンプ近くに移動した。16時22分に創薬複数が爆発し、 刑務所の壁の一つに大きな穴一つを開けた。爆風を聞いた、陽動隊は、イギリス陸軍キャンプで迫撃弾を発射し、その後撤退した。その間、刑務所では、脱獄犯の第一グループは、独房から素早く走り出て、壁の裂け目に向かい、パニックを起こし独房から走り出た、アラブの囚人らの群衆の中を押し分けて進まねば、ならなかった。 彼らは密かに持ち込んだ爆薬を使って、刑務所の壁の穴がある投油室への道を遮る鉄の門二つを爆破した。脱獄犯の第二グループは、可燃性物質のバリケード一つを設置し、火を起こして、それに火をつけ出し通路を塞ぎ、監視らがすぐに到達できないようにした。その結果生じた煙幕と火は、爆発が引き起こしていた混乱を増しただけであった。刑務所のヤードにいる、 アラブ人の囚人らは、狂ったように叫び、走り始め、中には、有刺鉄線のフェンスに直にぶつかる人もいれば、火事や爆発を恐れて独房に突進したり、脱獄したりする人もいた。アラブの看守らは、脱獄が進行中であると考え、群衆に発砲し始めた。この混乱の中で、第三グループが刑務所のヤードに足を踏み入れ、屋根に配置された看守らに、手榴弾複数を投げ、 彼らを逃げさせた。爆発複数が他の囚人の間でさらなるパニックと混乱を引き起こした。混沌の中で二つのグループは壁の穴から逃げた。看守らは何が起こっているのかわからないため、ヤードに入らなかった。その間、ヤードや廊下を駆け抜けるアラブの囚人らが壁の穴を発見し始めた。 次の1時間で、アクレ刑務所のアラブの囚人394人のうち214人が壁の穴から逃げ出し、街に姿を消した。脱獄犯の第一グループと打撃部隊の一部とが最初のトラックに乗り込み、それは急いでアクレを出ることができたが、街のすぐ南で近くのビーチで水浴していて、アクレ刑務所の騒ぎで出動したイギリス兵らに待ち伏せされた。 彼らはトラックに発砲した。運転手は発砲をかわそうとして、トラックをサボテンの塊の中に走らせ、左側を下に崩壊させた。男らは転がり出て逃げようとしたとき、すぐにイギリス人に発砲された。ドブ後編と他のイルガン戦士二人、ニッシムレビとザルマンリフシッツは近くの戦闘指令所のジープのすぐそばで待っていた。 イギリス人が発砲を始めたとき、後編は最初は他の囚人らの間に入り安全なところに導こうと試みた。彼の制服がもともとイギリス軍が彼を撃つことを妨げていたが、結局のところ彼はレビ及びリフシッツと共に脱獄犯らに援護射撃を与えながら撃たれた。脱獄犯と攻撃者と合わせて9人が死亡した。中には池取りになりしかし負傷し、 治療を拒否された後刑務所で死亡した人々もいる。最初のトラックからの脱獄犯のうちただ一人、日シ無ベなどが捕獲を逃れることができた。しかし、彼は重傷を負い、後にハイハの隠れ家で死亡した。生存者らは素早く捕らえられ、刑務所に戻された。逃れたユダヤ人を求める指名手配のポスター残りの逃亡者らと、 打撃部隊のメンバーらは素早く2台目と3台目のトラックに乗り込んだし、サロモンは封鎖部隊を呼び出し始めた。彼らは順調に撤退したが、彼はアブシャロムハビブが指揮する一分隊を呼び出すのを忘れた。その間、トラックの1台がエンジン故障を起こし、指導しようとしなかった。その結果、運転手がエンジンを指導させようとしている間、 乗員らはそれを押さなければならず、トラックはアラブのボートに取り囲まれ、ボートが物体でそれを連打し始めた。運転手が何とかエンジンを始動させた時、押してらは素早く乗り込み、音響手榴弾一発がその進路を遮る、アラブ人らに投げ込まれ、群衆を分散させた。その後、トラック二台が連なり、アクレから走り去った。彼らが、 ハビブの封鎖分隊を通過したとき、男らは彼に、作戦行動は終わったと呼びかけたが、ハビブはサロモンからの正式な命令を待たなければ、ならないと感じ、その場に止まることを選んだ。トラックらが走り去ったとき、突然の発砲がそれらの一台に当たり、中の脱獄犯の一人が死亡した。阻止分隊によって埋められた地雷複数は、イギリス軍を抑えることに成功し、 イギリス兵5人が地雷一発で負傷した。イギリス軍がハビブの封鎖地に到着した時、分隊は捕らえられた。トラック2台が悪レを逃れた後、回路から離れた直後に、イギリスのトラック1台がそれらが追いかけ始めた。助手席に座っていた監修が、ピストルで彼らに発砲し始めた。その後、イギリスのトラックの進路に音響手榴弾が投げ込まれた。 その結果として生じた騒音と煙の爆発とにより、運転手は急ブレーキをかけ、車団に追跡中のトラックを失わせた。トラックらは、ダリアという器物に到着し、そこで、戦士らと脱獄犯らは、乗り物と武器を捨てた。逃亡者の長英単理部には、器物で、ハガナーの男二人と会い、自分らは9時まで当局にコンタクトしない、と主張した。それから彼らは、 ビニャミナの街まで歩いて行き、その日はそれからそこに隠れた。翌朝、彼らはパレスチナ中の事前に指定された隠れ場所に分散した。全体として、イルガンとレフィの囚人27人がアラブの囚人214人と共に逃亡した。作戦行動中に殺害された戦士のうち7人は近くのシェイベイザンの墓地に埋葬されている。 脱獄を記念するアクレプロムナード沿いのモニュメント、ニューヨーカヘラルド・トリビュームは、地下は最も完璧な形で、これまでで一番挑戦的な野心的な使命を行った。一方で、イギリス会員でオリバー・スタンレーは、帝国政府は英国の名声をどん底にまで低下させたアクレ、刑務所での出来事に照らして、帝国政府がどんな行動を取るのかと質問した、と書いた。 ユダヤ機関は、脱獄を、無責任な自殺行為と呼ばわり、イルガン司令官メナヘムベギンはこれを英雄主義の行為と歓迎した。捕らえられた、封鎖分隊からの男5人、アブシャローム・ハビブ、メイヤー・ナカ、ヤーコブ・バイス、アムノン・ミカエローブ、よびナマン・ジタ・バームは、英国の軍事法廷で後半に付された。ハビブ、バイス、ナカルは、死刑を宣告された。 ミカエローブ・トジ・ターバームは未成年であるため死刑を免れ終身刑を受けた。死刑判決に応じて、イルガンはイギリス軍軍人二人、クリフォード・マーティンとマービン・ペースを誘拐し、もしイギリス人が死刑判決を下せば彼らを殺すぞと脅した。英国当局が容赦せずに三人を公死刑にしたとき、イルガンは軍曹二人を殺害し、ネタニア近くのユーカリの小立の木に、 彼らの遺体をぶら下げた。この行動は最終的なイギリスのパレスチナからの撤退の主要な触媒の一つであると信じられている。アクレ刑務所の脱獄は他の作戦行動とともに異臭部の指揮に、そしてイスラエルの創設のための戦いに強い影響を及ぼした。それはイギリスの名声を大きく傷つけ、アンスカップ委員会の設立に向けて、 スピードを上げたと考えられている。作戦行動はアクレのプロムナードのモニュメントによってマークされている。ありがとうございます。